こんばんは。ジャパニーズデイリーライフポッドキャストのあつしです。このポッドキャストは日本語を勉強している皆さんに向けたポッドキャストです。はい、こんばんは。皆さんお元気でしょうか。今回もね、旅行の話の続きをします。今回は、乗り継ぎですね。乗り継ぎのシンガポールでの話です。旅行の前にシンガポールのチャンギ空港で会う約束をしていました。5時間ぐらいだけの乗り継ぎ時間で、時間はとても短く、そして朝早かったんですけど、会いに来てくれました。この会いに来てくれたのは、あの僕の日本語のレッスンを受けてくれている人ですね。はい。で、待ち合わせの場所を探すのにも本当に一苦労でした。大変でした。空港がねすごく大きいので、僕たちは初めてなので結構探すのが大変でした。で、ここでベースメント2にあるというのは分かっていたんですけど、恥ずかしながらこのベースメントが何か分かっていませんでした。そこでは僕たちは一つのエリアのことをベースメントと言っているのかなと思ってたんですけど、途中で気づいたんですね。地下のことですね。はい。で、日本でも B2 って書くんですよね。エレベーターのボタンとかで B2 って書いてるんですけど、で、それで地下に書いて日本人は分かるんですけど、ベースメントって書いてるとわからないですね。わからなかった、ですね。はい。で、頭が回らず、ベースメント2ってどこの場所だと思って、その何階かっていうことを全然気づかずに、はい、探していました。で、それで探している時に改装しているエリアですね、リモデルとか、しているエリアを見つけたので、その彼女にもしかしたらその会おうとしている店は改装しているかもしれないと間違って伝えてしまったりしました。本当に慣れない場所に行くと、何をするにも時間がかかります。そして、ようやく会う予定にしていた店を見つけることができました。はい。ということで、ちょっと長くなりそうなので今回はここまでです。次のポッドキャストは、ようやく会いたい人に会えた話をします。それとシンガポールで食べたものの話もしますね。今回も最後まで聞いていただきありがとうございます。ではまた。